こっちです。よろしくお願いします。今日の企画は初めてなんですけど、楽天で私よく買い物するんです。で、買って良かったものをちょっと紹介していきたいなと思います。お紹介するのは7個紹介するんですけど、6個はあの買って良かったものでよくもう毎日使ってるんですけど、もう一つがちょっとなんかインスタとかで人気でちょっと気になってて購入したものがあるんです。なのでちょっと早速ちょっと紹介していきたいなと思います。一つ目、じゃーん、つり下げ収納です。何これ、どうやって使うの？これはクローゼットのところで引っ掛けて使うんですけど、クローゼットの下って結構さ、なんか空いてるスペースとかあるやん。無駄やん、空いてるスペース下にあるの、うん、これをして下にも服がかけられるよっていうつり下げ収納です。で、これはこうなってて8段階になってて好きな高さにできるものです。で、この棒もこれ長さも調節できるんです。短くなったりもっと長めがいいなと思ったら、やってもらっちゃう、やってもらったかもしれない。で、この長さ調節できるものになってます。長さと調節できるからめっちゃ便利。今実際になんか説明してたけどさ、具体的にどんな感じで使うんかちょっとあんまイメージできひんでんけど、実際に使ってるところを見せていきたいなと思います。で、これがプリファゲ収納で、ここのハンガーに引っ掛けます。ここに穴があるから好きな場所にちょっと引っ掛けていきたいなと思います。これ引っ掛けて、でこれだけでブランコみたいなハンガーになります。結構丈夫？うん、結構丈夫やろ。うん、クローゼットってこんな感じで服かけてるやん。で、下のこのペーパーあるじゃないですか。で、ここちょっと無駄やん。で、これをこの下に服かけれることができるっていう、空いてるスペースを活用できるものになってます。これで収納スペースが約2倍にあるってことやもんな。そういうことこれ結構いいよ、よかったことがさ、これあの何やと思う？なんか帳簿出てるからなんか引っ掛けるんやろうな。そう、これはここにさ、帽子あるやんタグを通してこう帽子の収納することもできる。うん、ベルトとかでもいいし、細かいもの、好きなものを引っ掛けることもできるっていうもので、結構何でもできるプリファゲ収納で。2つ目の商品は洋服カバーです。大きすぎて画面にちょっと収まってないと思うから分かりにくいかもしれないですけど、これ洋服カバーで、ここはクローゼットの洋服とかかけられるパイプを通す場所です。で、ここはチャックになってて、で、水洗いができます。で、生地も結構丈夫で破れにくいです。で、これは大きいじゃないですか。これまとめてこれ収納できるんです。なので、なんかさっきのものってなんか1枚1枚スーツ用とかさ、ドレス用とか分けてたけど、これは一気にカバーができるやつです。これでもパイプにさ、通すって言ったけど、こうハンガーにかけたら、こう縦向きやん。縦向き。でもこれパイプに通すってことは横向きになるってこと？こういうことです。ちょっとさっきの説明ちょっと難しかったと思うから、ちょっといっぱい向かってるところを見ていきたいなと思います。ちょっとさっき分かりにくかったと思う洋服カバーで、ここのパイプあるやん、ここをな、通すで通して、マジックテープをここにくっつけます。こんな感じ、ちょっと大きめの洋服カバーになってて、で、チャックがついてるからチャック開けます。で、なんか何スーツとか普段着ひんもの
とかはこのまんま引っ掛けてカバーになります。ドレスとかもさ、普段着やへんやこういうものとかもここに入れて引っ掛ける。例えばさ、このラフ服とか衣替えのさ、やつとかでもワンピースって結構さ、たとむとシワシワなるやん。だからさ、ちょっとさ、綺麗に保したいからうちはこの中に入れて収納してます。で、こうやってまとめて締めたらいい感じちゃう？一個一個さ、洋服にさ、カバー拭きやんでまとめてさ、カバーできるから、この何日連続下がりやからさ、結構便利やなと思って、出したいなと思ったらさ、開けてさ、すぐ出せばいいだけやん。これも楽、めっちゃ楽やなと思って、これ結構便利やなと思って購入しました。じゃあ3つ目、パワーハンガーです。これも多分 SNS とかでよく有名かもしれないですけど、このハンガーちょっとね、カーブになってるっていうのがちょっと有名で、このニットとか着たらさ、この普通のやつで出っ張るっていうのがあるじゃないですか。それをこのハンガーで生地を傷めへんようにできてるハンガーで、ニットとかな、このハンガーの角の尖ってるとこ、こう肩ついてボコってなるもんな。そう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 、これを防ぐためにちょっと買いました。そう、実際にね、ちょっと100均のやつ使ってるやつとこれとちょっと比べてみたいなと思います。家でよく使ってるハンガーはこっちの100均のやつなんですけど、ちょっとこっちは出っ張ってるハンガーになるな。実際ちょっと服かけてますね。わかるかな、この出っ張り。この出っ張りを防ぐためにちょっと悪いハンガーを買いました。じゃあ次、ちょっと買ったマワーハンガーの方をかけてみたいなと思います。さっきのハンガーと比べてどう？ちょっと丸みで歩くない？ここ、うん、ニットも型崩れしやんと綺麗に収納できます。どう？いいやろ？うまいな、このこう綺麗にスッとなってんな。そう、このマナハンガーはカーブになってるじゃないですか。だからさ、滑り落ちるってイメージあるんやけど、これは滑り止めがあるから、こう揺らしても落ちひんっていうところが人気のポイントです。次、4つ目、ミニトートバッグです。仕切りが3つなってて、小さいけど使いやすいトートバッグです。こういうコップとかもここに入れたりで、長財布とかも長財布に入るちょうどいい長さになってます。で、なんか巾着とかさ、なんかバラバラになるものとかもここに入れて、ぐちゃぐちゃにならへん、カバンがぐちゃぐちゃにならへんように3個の仕切りになってます。で、色はそのライトピンクっていうとかわらしい色を選びました。これは結構そのちょっとした時に使いやすくて、うちはこれ仕事用でカバン使ってます。実際にいつも使ってるのはこんな感じで、飲み物の入れ物入れてみたり、車のキーケース、自分用のパイプで、ティッシュ、長パイプ入れたり、あとはちょっと細々のしたものを入れてみたりしてます。これでもまだ余裕あるんで、結構このちっちゃいバッグでもたくさんあります。こんな感じのカバンでした。次、5個目、ペーパーポットティッシュケースです。これもよく見るかもしれないですけど、ティッシュケースになってます。丸い形しててめちゃ可愛らしいです。これまたすごいのが、ちょっとジパンティッシュ入ってるんやけど、ちょっと開けますね。開けるとこんな感じで棒があるんです。この中に棒をここにセッティングします。で、もう普通に、よく箱とかにあるティッシュとかあるじゃないですか。もうこのまんま、ここに入れるだけ。入れるだけです。で、これをセッティングします。で、回して、上からこうしたら、もうティッシュ、ほら、すぐ出てくんで。めっちゃこれ使いやすい。で、さ、このティッシュとかもさ、箱に置いてたらさ、ちょっと別格感がちょっと見えたりするやん。こういうの置いてたらさ、かわいいしさ、おしゃれやしさ、なんかいいやん、うん、ティッシュって分からへんやん、見た感じ何やろと思うんやん、ちょかわらしいなとか、じゃあなんか、あ、ティッシュなんやみたいなっていうので、結構これいいなと思って購入しました。色とかもいろんな豊富な色あって、私はそのホワイトの方を選びました。ティッシュケースが一つのインテリアになるってわけやもんな。ほう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 、めっちゃおしゃれで可愛いなと思って。で、これ中さ、棒入ってたけどさ、
トイレットペーパーみたいな感じのやつでも使えるってこと？そう、ロールペーパーでも使えるって書いてあるから、トイレットペーパーも使えます。はい、こういう感じでティッシュケープでした。次、6個目ダンボールカッターです。これは、過去の動画でガチャガチャ部屋の大街道で紹介してるんですけど、これはよく使ってるもので、これ開けるとプラニックの刃が吹いてます。これこんな刃やのにめっちゃダンボールが綺麗に切れるっていうやつで、でここなんかマグネットが入ってるらしくて、このマグネットのとこやったらペタって収納できるっていうもので、これは結構コンパクトやし切りやすいしっていうので活躍してます。そう、実際にちょっとダンボール切ってみたいなと思います。ちょっとこれことこっちにちょっと切ってもらいたいなと思います。ちょっと使ってみてください。じゃあ実際に使っていきたいと思うんですけど、おお、結構簡単に開くね。お、滑り止めついてるわ。これでちょっとやりやすいな。おお、スッといくね。やろ、これきれいに開いてる。こんな簡単に切れるダンボールカッターでした。ラストは私も使ったことないものなんですけど、簡単スポンジです。 SNS で大人気でちょっと気になって購入しました。これすごいめっちゃ薄くない？うん、薄いな。なあ、でもこれをなんか水拭けたら膨らむらしい。おー、だからこんな薄い状態でくるからストップとかにも場所取らへんっていうの、そういうのでもなんか結構人気らしい。結構さ、スポンジってさ、ちょっと分厚いやん。だからさ、ちょっと5個ぐらい置いたらさ、すごいさ、ストックになるわけやん。でもこれやったらもう半分ぐらいのストックでいけるっていうのもいいところらしい。もうほんまに薄いよな。で、結構泡立ちもいいらしくて、ちょっと実際に使ってみたいなと思います。これが噂のファンファンスポンジです。ちょっと開けてみたいなと思います。どんな感じになるんやろう。泡った感じは、うん、しっかりしてる。ちょっと濡らしていこうかな。どう？めっちゃ膨らんだやんな。最初の、新品のやつちょっと見せるわな。これが最初の薄さ。こんなに倍違うね。すごない？ちょっとこれ、ちょっと泡吹けてみますね。少量だけでも結構泡立つって書いてて。おー、ほんまや。すごい。キャップとかちょっと洗ってみようか。あ、ほんまや、結構さ、いいわ、洗いやすいわ。これさ、どっちもさ、同じ生地やん。なんか曲げやすいね。こっちがダラダラやったらさ、硬いやつあるやん。これやったらさ、ちょっと硬くて曲がれへん時あんねん。こっちは両方さ、あれ同じやから柔らかくて、ちょうどいい柔らかさで、洗いやすい。ちょっと触ってみる？こっちも。ええわ。もうこれは、やっぱ、買ってよかったかもしれへん。ということで今回買ってよかったもの7つ紹介していきました。はい、どうやった？うちの中でダンボールカッターが1位やって、でも次さ、ちょっとファンファンポンジいいなと思ってちょっと2位に入ったわ。2位かい。1位はあれやっぱいいから、やっぱ普段から使ってるしさ、あれ、結構さ、もういいね、使いやすくて結構お気に入りやから、あれは1位やねんけど、ファンファンポンジ次2位になるかもしれない。2位ね、あるぐらい結構良かったです。こっちなんか良さそうな、なんか、まあ、こっちが普段使うものはダンボールカッターとスポンジとあのティッシュケースだけやんか。確かに。ほとんどうちのものになってるから買って良かったものが、だからまあその3つの中で言ったらティッシュケースがやっぱちょっと見た目がいいから、それが一番いいかなと思ったけど、結構出しやすいもんね、あれ。シュッシュッシュって出すね、あれ。あれいいよな、おしゃれやし。まあ、またちょっと気になる人はちょっと概要欄に貼っておくんで見てください。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、評価よろしくお願いします。
それでは